皆様こんにちは。バイヤーのアスペインこと長澤みどり子です。本日もアイテムご紹介したいと思います。今日は、こちらのプラダのキーリングをご紹介いたします。箱を開けますと、このプラダ専用の押さえが入ってまして、クッションみたいなのですね。で、中こちらのキーリングになります。ご覧いただくと分かるように、全体はゴールドのメタルで、フロントのこの前の部分はエナメル加工がされています。こちらは、フォッコっていうレッドカラーになりますけれども、フォッコっていうのはイタリア語でレッドなんですけども、プラダはイタリアブランドなので、名前カラー名がイタリア語になっています。で、こちらはお値段もお手頃なのと、可愛らしいですから、クリスマスの時期とかバレンタインの時期に男性の方がプレゼントとしてかなり人気がありまして、すごいいろいろなカラーが出ました。こちらはフォッコレッドですけども、ピンクなんかもカラーバリエーションがたくさんありまして、ペオニアピンクとかジェラニオ、あとタマリスっていう中間ピンク色とか、結構色がいろいろあって、見てるだけでも楽しくて、ちょっと何個か持っててもいいかななんて思っちゃいます。こちらはとっても贈り物に最適な、プレゼントとして最適なんではないかなと思います。本日はプラダのメタルキーリングご紹介しました。それではまた。